皆さんこんにちは、ハロー、ナマステー。はい、おじいさん結婚おめでとうございます。今日入籍らしいんで。なんかプロポーズしたっていう話聞いたんで。今日入籍、この動画上がるの今日じゃない。皆さん今日もちょっとね、この前ユージ君のリベンジ成功しました。ありがとうございますよ。で、まあ、リベンジを成功したんですけど、またなんかユージ君が次リベンジしに行きますって来たんで、お、これは対策動画、まあ反省動画っすよね。この前のをちょっとやっていこうかなと思うんですけど、おじいさんご結婚おめでとうございます。2回目や。何回言うねん。ね、1分おきごとに言うのやめてくれる。編集がめんどくさい。編集がめんどくさいから。はい、ということで、まあちょっとね、やっぱ今回のこのリベンジマッチ、まあ果たしたんですけど、やっぱまだ反省するところというか、対策がもうちょっとできるなっていうところが多かったので、今日もちょっと3つほどやっていこうかなと思いますね。だから1回で終わっちゃダメっす、皆さん。繰り返しだね。そう、繰り返し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 っす。まあいつ実践すんだよってなるですね。いつツッコミ入るかなと思って。リベンジ日も決まってねえから。そうだね。はい、あの人もちょっと対策してあげないとダメなんで。ボコボコにやられたから、ね、そうだね。今後もちょっと、まあ、キックサーブも教えてもらったしね。そうそうそう、 それもやっていこうかなと思いますし、練習してるかどうかってところ。あの人ちょっとサボり気味なんで。ちょっとしごでいこうかなと思います。そろそろ頑張りましょう。まあ僕もちょっと自分で自分をコーチングしないとダメなんで、それではちょっとやっていこうと思います。しょ、つぎんのかい。第2つきんこつきんこ。ギリギリアウトかもしれん。はい、ということでやっていこうと思います。はい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 、皆さんやっぱね、対策するとこたくさんですね。僕も3つって言ってたやん。そのうちの中の重要な3つをちょっと前提していこうかな。なるほどね、っていう感じなんですよね。まあちょっともういきなりやっちゃおうかなと思います。おい、今日は一つ目、僕結構なんでもないただのふわってきたボールがミスしがち。なんかあるあるみたいな感じになってるんですけど。なんかあるよね、こういうやつ、突然来た時とか。そう、なんかふわってきたボールを行こうと思ったら気づいたらミスしてるみたいな状況が多かったっす。対策していこうかなと思います。ちょっとその何でもないボールっていうのをちょっと愛媛に送ってもらおうかなと思うんで、まあどういうボールかっていうと、結構ふわってくるボールってさっき言ったよね。でどういうボールかっていうと、いやどういうボールかっていうと、なんかこういうボールなんだよ。ちょっと下回転、ちょっと下回転気味なんですよ。こういうボール結構ミスしがちなんで、ちょっとほら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 、こういうボール力を抜いて打たないと、なんか結構力が入ってる状態で、そうやってこうやってミスる。なんか体力が貧乏落ちる。いや俺今身体的にダメージがでけえ。的がでけえもん。いや狙ってたよ。なんか当てること忘れてた。いや忘れてたんじゃなかった。途中から目標になってたもん。いやなんかやっぱ目標がないとさ、やっぱどこに打ったらいいかって分かんないじゃん。うまいこと言うんじゃねえよ。はい、ということで今みたいなボールはちょっとミスしがちなので、ちょっと練習もうちょっとやろうかなと思います。よいしょよいしょ、よし、あカメラに殺された。やぞ、まあまあ疲れますね、これ。
うわ、まだまだ甘いっていうことに感じました。違うな。ちょっと疲れてます。ごまかした。ごまかした。まあそういうことですよね。どういうことですか。このふわってきたボールに対して僕はもう打とう打とうっていう力が働いちゃって、力入った状態で打つんで大間ミスとかってなるんですよね。ミスが出るっていう話です。でそれを力を抜いて今みたいに落ち着いて処理すればいいのかなと。だから皆さんもこういう感じで落ち着いて処理してあげた方が意外といいボールいったりとかすると思うんで、ぜひ参考にしてみてくださいね。では次目、次目では次次目って何ですか。はい、ということで2個目いきます。2個目はそうだな、チャンスボール、チャンスボールっていうか、なんか結構普通にさ、ボール打たれた時にさ、こう速いボールくれる、バンバンっていうボール、なんかあれが全然対応できてないかなと思ってて、サーブ出されるじゃん、ユージ君。例えばそれをさ、ちょっと浮かした状態から始まるとします。それを打たれます。それってやっぱブロックできたりとかカウンターできたりとかするボールじゃん。であれをちょっとやってほしいかなと思います、はい。こういうのをしっかり対応してこう、まあ一歩でっていうか足こう足を出して取るような感じ。もっともっと上からパンって言っていい。よっしゃー、よっしゃー。これはストレート。これを切った、切った、切った。バチが当たってんじゃん。これはそう、こうこうこう。バチ。こう。あ、ありがとうございます。じゃあ、ありがとう。じゃあ、まあ、今みたいな感じでこう足を出せるかどうかで、その速いボールに対してもどれだけ対応できるかっていうのが決まってくるんで、そこをガツって出してあげれば、ガツ出してあげれば取れないボールも取れたりとかしたりとかするんで、まあ、それをちょっとバックにもやってもらっていいですか。そう、そう、そう、はい、あー、どうぞー、はい、はい、はい、次ちょっと後ろにやろうかな、後ろでやろうかな、ちょっとカウンター気味っていうか、ちょっと両サイドにパンって打ってもらっていい、どうぞ、いや、もっともっと強く打っていい、もう右に行くよ、バックに。はい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 、上から上から、はい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 、まだまだ練習していかないとダメなところ、すごくきつー。はい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 、じゃあまあまあ2つ目ああいう感じになりましたけど、まだちょっと僕まだ練習不足なんで、そこはちょっときっちりやっていこうかなと思います。で次はやっぱりレシーブができていません。いや、前のこの対策の動画、順回転で返すようなこうレシーブやったと思いますけど、あれはちゃんとできてました。ただやっぱユージキのサーブ、自分がこう見てないんで、こう当たるところをね、なんでやっぱもう少しレシーブ練習というか、ちゃんとしたこうガチ止めれるようなレシーブをちゃんとできるように、ちょっといろんなサーブを出してもらおうかなって。結構いろんなサーブ出されたんだよね今回。で最終的になんか YG が出てきたからさ、いや分かるんだけど、分かるんだけど絶妙に切れてるか切れてないかっていう差が分かんない。そこが回転が分かるんだけど、絶妙に切れてるか切れてないかっていう差がほとんど見当たらないから、そのやってても、そこをちょっともっと見極めたいなっていうことで、レシーブ練習をもっとやろうと思います。ちょっとエッヒーもサンちゃんもちょっとサーブを出してほしいかなと。一本交代でドンドンドンってなんか、あ、二人ともそう、あ、だから同じ人のサーブを取るんじゃなくて、いろんな人のサーブを取るような感じでちょっと対策していこうかなと思います。
角。はい、よし。よし。いやあ。ああ。おい。対策動画は。え？近いって？それはね。そう。今ちょっと気になったんだけどさ、愛媛今日キックサーブ出してないよね。あ、そうだね。ちょっと待て待て。見せれない。見せれない。皆さん、やっぱ教えてもらったことはちゃんと練習しましょうね。やめこんだけ対策を出してると思うんですけど、やっぱまだまだこう対策するところはたくさんあると思いますんで、もっと技術をこう深く、相手を見てもっと深く考えるような形になるといいかなと思います。こう試合に負けた勝った、まあどっちもどっちなんですけど、まあ負けた方が間違いなくこう収穫は多いんですけど、勝った方でも収穫はあるんだよっていうところをこう見ていただけたらなと思いますよね。今回の動画はこれで終わります。皆さんぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは次の動画をお楽しみに。バイバイ。いやてかなんでさ、エヒじゃなくてサンちゃん横に、なんでエヒ画面カメラの向こうにいるの。もう謎でしょそこは。気づいたらサボヒロに始めた。